いちごさけです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今日は、芸能リポーターの梨本勝さんってねいらっしゃったんですけども、まあね、いろんなところにねこう出没されて恐縮ですっていうふうなことでね、バッと切り込んでお話をされるっていう方で、で彼はまあいろんなことをね発信されてました。で彼の生前言われたことは、もう本当にこうね、自分の、もし何かあった時には棺には、花ではなくて剣を入れてくれって、そういうふうな戦ってね生を全うするっていうんであれば、ね、自分は本望だっていうふうな思いがあったんじゃないかなと思います。で彼はね、とあるアイドルですね、じいさんが、交通のなんかがあった時に、事故かな、なんか違反かなんかがあった時に、それを、報道規制がかかった中でも攻め込んだっていうところもあって、まあ、2016年ぐらいですかね、それぐらいからやはりこうこのことに関しては言わないでくれとかね、局からね言われたりとかして、それをまああえてこう生本番で思いっきりスパッと切り込んだりとかいうようなこともやったりとかで、まあどん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 ねちょっと干されていく感じがあったんですよね。で2010年に肺がんで亡くなっているんですけれども、でもう直前ぐらいにはね奥さんと娘さんがいらっしゃるんです。で、彼のなんかちょっと遠い人なんですけれども、その彼にまあちょっと、近い同級生だったって人知り合いでいて、その人から聞くとやはりちょっといろいろあったみたいなんですよ。奥様と娘さんとのはすごい良好な関係だったんですけども、奥様と娘さんが何者かに 黒い外車系の車にこう襲われそうになったりとか、なんか危ないなと思われたみたいで、でまあ席を外したりとかいうこともあったみたいで、すごくこうなんていうかね、事務所と、箱物っていうのはすごい忖度があって、これに関してはこう言わないでくれとか、これに関して言ってくれとか、こういう発言をした人をね出さないようにしてくれとか、お笑いのねタレントでも K さんっていう人がねコメンテーターっていうかね MC やってたんですけど、とある発言をしたら急にね番組を降ろされちゃったりとかいうふうなこともあって、でなんかねやっぱりつながりがあるんですよね。で彼自身、すごくこのとある事務所との忖度っていうところも含めてすごく戦って、最後まで戦い抜いたっていうところもあって、なんか遺書みたいなものがあったみたいなんですけど、結局彼が言うにはやっぱりその当時大きな、勢いがあったなんとかっていう事務所と御社協ですね、はい、そちらのやっぱりそういうところに入らないとね、そういう協会に入らないと活躍ができない、そこに睨まれちゃうといきなり芸能人としても干されちゃったりとかいうこともあります。MH さんも急にね、CM の、CM って言ったらさ、すごく、1本で1000万円とかね、すごいこう、高額になったりとかするし、ドラマとか、そういう風なのだったら、すごいね、朝から晩までか、時間を費やして、やっても、
大したお金にならないし、それだったらもう本当に CM1 本ボンって撮って1000万円、それだけで何本も撮ればもう何千万円っていうところもあるんだけど、まあその CM 自体も回ってこなかったりとかしたりとか、やはり何かあったと思うんですね。で、この彼は、梨本さんは肺がんで、2010年ですかっていうふうな話があるんですけれども、それ自体もどうなのかなっていうところ、本当にあのなんていうかな、こう、きちんとそういう業界に対してね、丸め込まれずに本当のあの芸能レポーターとしてあるべき姿の方だったんじゃないかな。ちょっとなんか見た目がね、おちゃらけた感じの方でね、恐縮ですとか言いながら言ってるけども、本当に真の、志のあるジャーナリストだったんじゃないかなと思います。結構まだね、ご存命だったら80前ぐらいなのかな、まだまだお若いお年頃だったと思うんですけどもね、タバコはいっぱい吸われてたのかな、どうなのか分かんないんですけど、その彼のねことが本当に肺がんだったのかなっていうちょっと思ったりするところもあって、まあ、気になっています。で、もう本当に彼の姿、そういうふうな忖度をしない、そういう姿は本当に、ジャーナリストとしての姿ではないかなと思います、ね、いろんな方がね今ね配信をされてますね。なかなかね箱物では言ってくれないこととかも多くありますね。だからそこをね、もし今回のこと、彼はあの会見の中にいたならばどうやって切り込んだんだろうかっていうところも考えて、すごく気になっています。ね、もっと違った方向でのコメントとか質問が彼から出たんじゃないかなって思います。はい、で今回ちょっと本当にそうだったのかなっていうところがあったんで、ちょっと占ってみたいと思います。でも本当に彼はね、あるべき姿の方だったと。ね、惜しい方をね、亡くしたなっていうところが。すごいね、こうなんか、実際にお会いした方、その、ちょっと遠い方なんですけど、すごく気さくな方だったって、本当にあんな感じの方だったって言ってました。高校か同級、あ、ごめんなさい、ハートブレイクですね。3人の心がちょっと痛んでるっていう感じがしますね。これは奥様と娘さんとね、ご本人なのかなと思います。なんかやっぱりこうね、本当に最後まで戦ったのかなって。ではちょっと占ってみますね。カッコですね、はい、キングのワンドですね、はい、すごいちょっとね、聖地だったらねすごくいいカードなんですけど、リバースになってますので、ちょっとね、なんか強引とかね、そんな感じのところもあったのかな。やっぱりいや、それはさ、約束で言わないでねとかさ、そういうふうなところもあったんだと思うんですけど、そこを自分の信念を歪めないみたいな、これ燃える男みたいなところのカードなんですけど、
すごい一度やるって決めたらもう引っ返さない、何があっても自分を覆さないみたいなところが彼の中にあったんじゃないかなと思います。はい、で、その時の状況、そうですね、なんかこうすごく瞬足的に何かが行われたのかな、これ人を介してないから、まあ病気がね、すごい急に進行したとも取れますね。それかなんかこう検査してちょっとおかしいからっていうことで、それからどん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 そういうふうな方向に向かってしまったとも取れますね。見えますかね、ちょっと斜めになっちゃってるけど、はい、表面上の心理、ちょっとこういろんなことも視野に入れてたって、情報をいくつか持ってたんじゃないかな、これもこれもっていうところがあって、真髄は一つだったの、追っかけてるものの真髄は一つだったの、だから芸能人が出ていくのも芸能人が干されるのも全てこれがポイントだったってことよね。だからこれがある間は雲の上をつかむようなものっていうところですよね。深いところの心理、まあ打つカード、かなり悩まれてたんじゃないでしょうかね。このカードですね、ベッドの下見ていただければわかると思うんですけど、何者かが何者かを、剣で襲っているような、倒されるような、映像が残っています。やはりそういうふうな、身に迫る危険性っていうのを深く感じ取っていたのではないかなと思いますね。はい、そのこれに対するまあこういうね、急速に発展した何かをこういくつか情報を得ていた、そしてうつ状態であった、恐怖、何かに襲われるんじゃないかっていう恐怖、があった、そしてそれを支援するもの、または妨害するもの、それは、家族であったり、愛であったり、家族愛ですかね。やっぱりご家族さん、お金云々っていうよりもご家族さん、奥様や娘さんやそういうところにね、の大切な人への愛情ですよね。そこがこの、悩み苦しむキーポイントになってたんじゃないかなと思います。でもこのカードがね、実際に病気が急に進行したとも考えられるし、人の手があんまり入ってないっていう感じなんでっていうところなんですけどね、彼の置かれた環境を、何かをこう、これ教会でね、何かを指示されてる人なんだけど、そういうとこからの脱却、指示されて動くことからの脱却、もう本当に何て言うかな、自分の信念で動く、自分の信念で動くとか、まあ協調性のないとも言えるんですけれども、ある意味ね、すごいこう自分が、信じたもの、自分がこう思ったものに対してのに動いていたっていう感じがしますね。誰かに従ってっていうよりかは、はい、周囲の状況をワンドの2ですね。まあ何かこう動いてた、大きく動いてたっていう感じがしますね。まあある意味グローバルっていうか、こう違う
2010年っていうことだから、MH さんがもう役者を辞めたいと言った頃ですよね。その頃ですよね。なんかこう動きが強くなってきたんじゃないかな。この、グローバリズムとかさ、そういうふうな、なんていうかな、国際社会とか、そういうふうなところに動き始めてきた。そして、すごく、なんていうかな、外国からの影響も強くなってきているっていう感じですよね。隣国からの影響も強くなってきているっていう感じがします。その中において何か、強い意志、実行、何かを実行する力がいい意味で働き始めていたっていう、どうなんだろう。彼の願望または不安、もう本当に、そうですね、これ、葬儀の時には剣を入れてくれと、俺は戦ってっていう、それで最後までやるんだっていう、強い意志ですよね。もう突き進むんだって、恐れを知らず自分の信念のままに突き進むんだっていう強い意志を感じますね。それの、将来、近い将来、やはり、倒れている人、そうですね、かなりやっぱりそういうふうな状況になる覚悟もね、あったのかなと思います。剣を入れてくれ、剣、剣、剣ですよね、剣、剣。ある意味そういう覚悟もあったのかなと思います。再出発、何かをこう彼の中で、ご家族さんとかをの縁を切ってでも何かを、解決しなければいけない、何かを実現しなきゃいけない、何かを、やっていかなきゃいけないっていうふうな、ね、こう芸能界から干されてきたけれども、何か彼の中で、最後のあがきではないけども、何かをやろうとしてたんじゃないかなって。再出発、日の出が見える、痛みつけられている、立ち上がらないように封鎖されている、でも何かをやらなきゃいけないなと、彼の中に強い意志があった。最終結果、やっぱり剣ですね。やっぱり事件性高いかもしれないですね。剣、剣、剣になってるので、事件性が高いかもしれないですね。何かね、こう、違う方向性に向かってたのかな、なんか何かを助言を受けたとかね、なんかをやり直そうとしたとかね、やっぱなんかその2010年前ぐらいの頃に何かをやろうとしたんだよね、絶対にね。これは、なんかポジティブな動きに向かってアドバイスを受けたとか、何か、その頃ですよね、MH さんが役者を辞めたい、そして10年後の自分へ立派な人間になっていますかっていうところで、何かアドバイスを受けたとか、そう、ポジティブなアドバイスを受けた、ポジティブな情報を得たとか、ポジティブな方向への移動しようとした、
何か情報を持ったんだよ。その情報を持って動き始めたんだよ。それでこういう結果になったっていう感じかな。なんかね、黄色からしては黄色はポジティブなんだけど、これ、裏目になった方が、リバースの方がね、いいんじゃないかなと思うんですよね。すごく誠実にね、彼はその情報を持ってますよね。いくつかの情報を持ってて、それをもう本当に誠実に動いたっていう風なカードだと思うんです。何かに対して本当に命をかけて動いた。なんか私はね、やっぱり剣のこう覚悟とかね、家族愛とか、何かが突発的に動いた、何か情報を持っていた、これも情報を持っていた、突き進む、まるでね、永遠のゼロのね、戦士のように突き進むみたいな感じ、グローバリスト、世の中の転換、国際社会、何か自分の信念によって誰かに動かされることなく自分の信念で動くっていう形になっているので、何か情報をつかんで何かしらこう再起をかけるために動いたんだと思いますよ。なんかこうその10 2010年頃前にね、何かしら動きがあったんじゃないかな。どっかちょっとポジティブ方向に向かうような情報があったっていう風な感じなんで、何とも言えないんですけど、でもすごいね、奥さんと娘さんへの愛情すごい感じますよね。この辺はね、本当に愛してたんだなって、大切にしてたんだなって。だから悩んで別れるっていうか離れる決心、これも MH さんのお母様と離れる決心をした、そこにもあるね、メッセージじゃないかなと思います。なんか強いね、こう情報とかね、奮起をかけた、すごい戦に臨んだっていうようなカードになっています。彼みたいなね、本当にこう、信念を持って突き進んでいただけるジャーナリストさんがいなくなってしまったっていうことがすごい惜しくてしょうがありません。はい、ご視聴いただきましてありがとうございます。初めて見られた方、チャンネル登録もお願いいたします。そして、見ていただいている方、いいねボタンもお願いします。何かね、リクエスト等ありましたら、また見させていただくことも可能ですので、個人的なね、恋愛について占ってくださいっていうのはライブとかでもね、やりますので、よかったらね、ベルマークの通知をしていただければ、ライブいきなりやったりするので、よかったらお願いいたします。ありがとうございました。失礼します。